はい、山寺です。今ね、西成に来てるんですけども、ちょっとね、今日は結構飲み歩いてて、締めにはなんかお寿司が食べたくなって、久しぶりにね、からしさん、こちらの店でね、締めでちょっとお寿司を食べようと思います。今から行ってきます。はい、からしさんに入っていきます。飲み物はですね、今ちょっと待ってください、からし寺に来てるんですけども、飲み物は、黒霧島にしました。水割りね、ここもね、西成スタイルです。もちろん西成なんですけども、水と焼酎ね、で氷の入ったグラスです。ありがとうな。これを好きなように混ぜるんですけども、まあこれ2杯はありますね、やっぱりね。私はこれね、水これぐらいに入れて、あとこれでね、半分ぐらいちょうどね、まあ、半分にちょっと容器入ったかな。これでちょっとかき混ぜて、氷がねズボンの上に落ちましたけども、こうかき混ぜて、これでいただきたいと思います。でもよう来てくれたね。でも水でをあのちらっと見てる、あーちょっと濃いかったな、濃いすぎたわ。でも美味しい。うん、ね、山寺好きなこのガリ、まあ、ガリが好きってのもあれだけどね、結構こうたっぷりいつもねいただけるんですよ。これガリがね結構美味しい。お寿司がね出来上がる前にちょっとガリをねいただきますよ。美味しい。結構ねこのガリ好きなんですよ私。うん、はい、すいません、ゲストは。ゲストわさび来ました。これはね、タイ以外このわさびねたっぷりついてね、これすごいんですよ。そやけどね、これ癖になるんですよね。ちょっといただきますよ。医師の判断で PCR 検査を受け、昨日夜陽性と判明。うん、まっ、うまいくぞ。一緒に食事をしていて味覚の異常を訴えていた日本プロレスの長坂健也選手、すごい、ちょっと待って、伊藤隼太選手も感染が確認され、3人とは大阪府や兵庫県内の病院に入院しているということです。めっちゃ鼻。三人とも元気でございます。ああ。球団は選手を含む関係者に、かなりパンチありますわ。でもね、これがねめっちゃ美味しいねんて。このねゲソわさびかなり美味しいですよ皆さん。もうね鼻にツーンとくるね、パンチ力破壊力がすごいから、よかったら食べてみてくださいよ。うん、お酒が進みますからね。はい、お寿司が来ました。卵とねサーモンですわ。さあ山寺どっちから食べるのよ。というかね、卵はまああれ、卵は締めです。普通ね、締めはちょっとね先に中華もやっぱりこのサーモンいきますわ。サーモンこれうわめっちゃこれすごいでしょ。これうまそう。ネタが大きいんですよこれ、シャリコマでね。いただきますよ。次第に高まる大阪州都への新型コロナウイルスとの戦いが長期化した今、めちゃ美味しいわ。私たちが取るべき行動とは、サーモン専門家を交えて解説します。口の中でねこのサーモンの甘みがねふわーっと広がって最高やね。ありがとうございます。すいません、まだアメリカと比べて、これはほんまにねたまらんわマジで。ここのサーモン脂がええわ。サーモンの日本はまだなんかちゃんとできるのかなと。うますぎます。日本が増えてます。今日これまでに新しくまだ感染が発覚した方というのをデータが集まっています。次にね卵、同じ数ぐらいの無症状で感染した方がいらっしゃる。これ普通締めやけどね、締めちゃいますよ山寺の場合は。
いただきます。うん、甘い卵焼きで、でね、海苔巻いてるさ、海苔の香りがすごいいいわ。これはうまいけどね、最初から食べるもんちゃいます普通ね、うん、でもうまい、うん、あ、これはやばいわ、うん、やっぱりからし石さんはいいですね。山寺の中ではあの名店ですわ。西成で名店はからし石さんと思ってます。アナゴが来ました。これはね、一本丸々アナゴ、これうわー、ちょっと皆さんこれうって言ったのね、ちょっと分からないかもしれませんけど、いただきます。来ましたねこれ、うん、あーもう笑いが出ますわ本当に。これあの美味しいもん食べるとね、やっぱりね、人は笑うっていうかね、笑顔になれますね。ここはほんまに美味しいわ。このアナゴね、丸々一匹ね、一貫で、で二貫ですよ、二貫でね、このアナゴね450円ですよ、これ安いですよ。またうまいわ、感じになって、これはもう癖になります。皆さん幸せ、うん、あ幸せ満開ですね、ほんまに。もうね、僕は美味しい、時々ねこのガリを食べながらね、ガリも立派なアテですからね、うん、どうしようもなくなりますね。あの医療の公衛生なんか言ってられない状態になりますので、ですからイギリスの方も要するにあの PCR 検査で行かなくても70歳、ああ飽きましたね。普通だったらおかわりですけど、おかわりじゃないですよ、まだもう1回飲めるんですよね、これ300円でね、2杯飲めるというお得な、1杯あたり、150円ですね。2杯飲みますわ、1杯目ちょっとね濃いすぎたけどね、多分2杯目はちょうどええぐらいちゃうかな、これね。ちょうどいい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 、うまい、うん、次はねですね、イカキュウです。イカとキュウリの巻物やけどね、これねすごい海苔のいい香りしてるんですよ皆さん。ちょっとこう醤油つけるんですけども、いただきますよ。うまっ、結構わさびもついてるけどね、うまいわこれ。海苔の香りが最高。両親も一応正式に言うと、うまいわ。次ね、タコ、これタコの大きさね半端ないですよ皆さん、これ見て、これすっごいよ、ま、ちょこれ一口で、ま、いくけどね、いただきますね。うん、かなり美味しいよこれ、うん、最高。はい、次にですね、鉄火巻き、もうねここ海苔の香りがすごくいいんですよ。とにかくちょっと醤油ピピッとつけてね、これいただきます。
マグロの赤身の美味しさと、やっぱりね、海苔、海苔のね、香りが半端なくいいわ。ああ、うまいわ。なんぼでも食べれるわ、これ、ほんまに。私今日ね、朝の10時から飲んでるんですけど、実はね、もう何軒行ってるかわからんけどね、これね、結構ね、食べてますわ。美味しいから、ほんまにもう、うん、お店のね、お店の雰囲気はこんな感じですわ。まあ僕はね、テーブル席に座らせてもらってるんですけども、いい感じですよね。本当のお寿司屋さんですよ。はい、今ですね、からし寿司さんで食べてきました。やっぱりここ美味しいわ、ほんまに。からし寿司さんはね、もう何食べても美味しいお寿司ね。で、あのゲソわさび、皆さん食べてみてください。あのわさびね、あの苦手な人はちょっと難しいかもしれませんけども、あのかなり美味しいです。あのお寿司が出来上がるまでにね、食べるにちょうどいいかなと思います。もしよろしければ山田の YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それといつもね、私の YouTube 見ている視聴者の方々、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。